はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、またちょっとしたものをまた散財したというかね、買ってしまったので、そちらのご紹介になるんですけど、今までね、特に GoPro とか、まあ最近であればオズモアクション、今これね、撮ってるのをオズモアクションで撮ってるんですけど、そのオズモアクションとかを使って撮るときにね、まあ手持ちでやるときはこのマンフロットのミニ三脚ね、こちらの方を使ったりとか、これも何かについてきた、貼ったわけじゃなかったと思うんですけど、なんかこう手持ちで結構しっかりしたね、なんていうんですかね、この持つやつ結構伸びるんですよ、これね。で、わりかしこう成形がしっかりしてて、何かについてた、あれかな、ライダー M とかジンバル系買った時に一緒についてた、ライダー M かなについてた、多分このノブのやつだと思うんですけど、これがわりかし使いやすいんで、こういったものを使ってたんです。で、ただね、これにしてみても、これなんかあったんかな、ここを抜いてね、ここで三脚のこの広がるようなやつつけれるアイテムがあったのかな、もしかしたら最初ついてたかもしれないんですけど、どっか行ってしまったのかもわかんないんですけど、まあできればね、手持ちだけじゃなくてパッと置いてこう使ったりとかもしたいかなというふうには思うんですよね。思うときありますよね。もしかしたらこれで組み合わせはできるのかな、こうネジ穴があるから、これで三脚ネジの、あ、これこういう使い方はできるんですねこういう使い方でも、ちょっとなんかいびつですよね、マンフロットの上に。まあ、使えなくはないけど、まあ、これだとかなり伸びるから、まあ、何か使えるかもしれないけど。だけど、なんかちょっと不細工だし、ここのマンフロットのところは、意外とこうね、くねくね動いちゃうんですよ。だから、やっぱ固定でね、取るとかだったら、このマンフロットの三脚はいいんですけど、手持ちで行こうと思うと、なんかちょっと、こう、なんで、衝撃で、カメラ位置ずれたりとか、しちゃう場合があるんでね。そういうので、ちょっと、困ってたんですよ。それでね、まあ、前から、ドリキンさんの、こうね、YouTuber のドリキンさんの、動画結構見させてもらってるんですけど、その中で、やっぱりすごく多分使われてるんだろうなって思うね、手持ちしてる時に使われてるんだろうなっていうアイテムを買ってみたんです。それがね、じゃん、こちら、ね、シルイっていうメーカーの分ですね。これ多分ね、中華メーカーだと思うんですけどね、中国語メインで書いてるんでね、中華のメーカーだと思うんですけど、シルイね、ヨドバシとかそういった家電量販店でも取り扱いをしてます。ネットの方でね、店舗の方は行ったんですけどなくて、ネットの方だったら取り扱いをしてました。で、それも取り寄せになるような感じだったんですけど、まあ、結局ね、ネットの方で注文して取り寄せで、もう買ってしまったということなんですけど、こちらの方。ね、パッケージはこんな感じです。結構ね、しっかりしたパッケージ。まあ、物はこういった感じの分になります。こんな感じですね。こういう風な感じの。まあ、これ、キットがあるのかな、僕買ったのは多分全部ついてるやつだと思うんですけどね。分けても売ってんのかな、この手持ちと運台みたいなやつもね、全部入ってる分を買ったはずなんです。まあ、それです。下は何もないですね。はい。じゃあ、ちょっとね、開けていきましょう。さあ、よっ。使ってるのをね、見てたらすごく使いやすそうだったんでね、それで大手と。中は、他の中身はちょっと下から、これ、ケースみたいなやつと、本体だけかな。本体、ね、本体。ケースの中は、中入ってるな。中入ってるな。ケースの中は、説明書。これは日本語でちゃんと書いてる。まあ、日本のね、家電量販店で売ってる分なので、まあ、普通に、日本語対応をしてくれた説明書で、あと保証書があります。ケースは、まあ、こんな感じのケース、多分使わないかな、まあ、こんな感じの
ケースです。で、説明書は、裏は真っ白で、一枚物ペラモンの説明書が入ってます。ね。で、袋が入ってて、この中には、なんか、継ぎ手みたいな、あの、パイプが入ってます。これ何かな？多分これにどっかにつけるんですよね。で、六角が2本、ちっちゃいの同期のが入ってます。あとは、この、あの、なんて言うんだったかな。ね。これは、さっきの箱の絵にもあったので、下のとこにこうやってつけて、まあ、腰のね、ベルトのとことかにこう、ちょっと一時的に、かけたりする用の、まあ、カラビナでいいかな、これは。ね。こういったものがついています。ね。まあ、入ってるものはそんな系です。で、物的にはこんな感じです。こういう感じのもの。ね。こういう感じのものです。はい。で、僕も大体ね、動画ドリキンさんの動画を見てて、使い方はなんとなく、まあ、手持ちで行くんだったら伸びるはずです。まあ、こういう感じかな。一段だけしか伸びない。多分こいつをもう一個、この継ぎ手で伸ばせるんじゃないかな。ね。こんな感じです。まあ、ね。で、ここだな。なんか、ロックのこの、マークがついてるんで、これをロックの方に回せば、あ、そうね。こう、やって、置いて、撮影ができるという感じになります。ね。で、手持ちで行くのもできるし、まあ、置いて、できる、撮影もできるし、で、ここの、雲台も、こうね、まあ、自由に動く雲台と、あと、ここがね、ここがポイントだったんですよ。まあ、このね、なんていうか、専用の、このネジ穴切ってる分だけじゃなくて、普通にこうね、横から挟み込んで、こう、止める分なんでね、ちょっと今、パッと出ないけど、このピークデザインとかの、これは僕がね、パチモンですよ。僕が勝手に 3D プリンターで作った分ですけど、こういう風にはめて、横からこうね、ぐっと、挟み込むんで、こういうのもつけれるんですよ。だから胸マウントしてるやつをパチンってね、キャプチャー、ピークデザインのキャプチャーから外して、ここへつけて、まあ、自撮りとかね、いろんな撮影をするとか、まあ、ちょっと、こう、こうやって、地面に置いたりなんかして、撮るとか、いうことが可能になってくるんで、まあ、すごくいいんじゃないかな、ということで。で、あと、ここも角度がね、結構つくんで、まあ、こういう状態でも、撮れたいということができるんですよね。これがすごくいいな、と。重さはね、ちょっとね、ここの雲台部分が、これ全部バレるはずやん。あ、そうそうそう。ね。雲台が重たいからあれだけど、まあ、これだけやったらすっごく軽いんですよね。こいつが重たい。まあ、これが、ててはい、すいません。だからまあ、こいつが重たいのはまあ、ちょっと仕方ないですよね。うん、それはそう思います。で、この子はどうしたらいいのかな？この子は、なんか多分、この下とかにつけるのかな？ここで六角のネジのやつがあるんで、これね、こっちの、なんか継ぎ手みたいなやつにも六角の、回すやつがあるんですよ。だから多分、ここを外すんかな？緩めて、やると、こういう風に外れると。ね。で、多分、こいつをさっき入れるんじゃないの？あ、違うな。こうか。あ、こうか。こうやってはめて、これは？あ、ん？どうなってるのか？ちょっとこれは説明書を読んだ方がいいパターンかな？使い方がね、いまいちよくわかんない。よくわかんないな。あ、これもしかしてこのまま使うんか。あ、こういうことか。これ伸びるやつと、
伸びないやつとか、これ伸びないやつ使う意味が何かあんのかな？こういう感じ？うん。だから、連結はできないみたいですね。うん。こっちの穴がもうね、あの、メスネジの穴切ってるんで、で、こっちのとか、K がでかいんでね、これはもう音大を、はめるようなやつみたいな、ほら、全く同じなんで、多分、伸びるパターンと伸びないパターンと、っていうこと？ちょっとでも軽量化したい。あ、それはまあ軽いですね、当然こっちの方が。だからちょっとでも軽量化したい。まあ、伸びるって言っても、こんだけ伸びるだけなんで、でもこれ意外とこんだけ伸びるのが助かったりすると思うんだけど、まあ伸びなくていいよっていう場合は軽量化を図るためにこっちでやるということなのかな？こういうことでしょうね。だからね。まあこれでも自撮りするんだったらね、オズマアクションくらいの広角がいけるんだったら自撮りはこれでいけるとは思うんですけどね。はい。だから結構これ使い勝手がね、いいと思うんですよ。あとは、だから、本当に地べたからのローアングルの場合は、こいつをさらに抜いて、なんかこれできたはずなんだけど、あ、こういうこと、なんかね、なんかできたと思うんだけどな。なんかローアングルも、なんか組み合わせによってね、結構できるっていうのは、そこまではローアングルには無理かな。こいつが外れるのかな？あ、こいつが外れるのか。この音大のここを外して、あ、そういうことね。こういう風に行けば、まあ、本当のローアングルからの撮影も対応ができるのね。これでロックをかけて、こうやれば、ね、これで、本当のローアングルからの、撮影もできると。だから、これ一本言ってみたら持っていけば、ある程度、こう、柔軟に、その場の環境に応じた撮影が、まあ、ある程度はね、できるかなと思って買いました。うん。で、あと、フュージョンのね、こう、やつみたいに、あんまり高さがね、こう、足場がこんだけないのに、高さが出すぎると、ヒュージョンなんかはそれで悲劇が起こったんですよね。もう前から見てもらってる人は分かってると思うんですけど、風が吹いて、ヒュージョンがバターンって倒れて、レンズがね、傷がいって、もう修復不可能ということになってしまったという過去がありますから、特にね、やっぱりこの、ちゃんとしたこの三脚っていうかな、ミニ三脚、は選んでこうね、使い勝手と、あと安全性。このくらいの高さだったら、まあ、あれじゃないかな。なんていうか、オズモアクションとかね、そういったものを載せるくらいだったら全然問題はないと思うので。ね。はい。なんかバレたはいいけど、これ。あ、いけるね。組み立てができなくなったら大変。よいしょ、あれ？あ、こうかな。反対に入れちゃったかな。ね、なんかこう、組み合わせによっていろいろできるっていうのは面白いんですよね。はい。こんな、これでいいかな、うん。こんな感じね。はい。ということで、まあ、これいつ出たんかなちょっとよくわからないんですけど、結構ね、ドリキンさんの動画では結構前から見てた気がするので、まあ全然発売は前からしてたと思うんですけど、一応、まだ知らない方がいてたら、ということで、動画にしてみました。ということで、欲しい方は、また下の方にね、概要欄の方に、Amazon リンク貼ったりしときますんで、もしよかったら、見てみてください。そしたら今日はね、まあ、カメラ、まあ、コンデジとか、アクションカム用の、まあ、ミニ三脚のご紹介でした。そしたら今日は失礼します。さよなら。